プラス A をご覧の皆様、こんにちは。朗読劇僕らは人生で1回だけ魔法が使えるに出演します、真島修斗です。はい、二役の、二役で出演することは初めてなので、まだ想像もつかないんですけれど、前回僕魔法朗読劇をやった時に高野さん演じる明人がとても素敵だったので、緊張はしていますが、自分なりの明人を構築していけるように、そして前回演じた春日もまた、もう一段階深めて舞台に立てるように頑張りたいと思います。今回もいろんな衣装を着て撮影したので本当に楽しくて、でも前回とまた多分ちょっと違うような衣装になると思うので、そちらも楽しみにしていてください。これはですね、これは春日の衣装ですね。これはどっちがどっちか分からなくなっちゃって、はい、でもなんか新鮮です。またあと冬に本番ということで、ちょっとこう冬らしいテイストもあるのかなと思っています。舞台とか映画の鑑賞がやっぱり好きですかね。なんか心を豊かにしてくれるなと思ってます。で最近だと最近は、中国語を少しだけ勉強しているので、京劇を見に行ったりとか、あと映画だと秋には結構大きな映画祭とかもたくさんあるので、そちらに足を運ぶことがこうリフレッシュであり、なんか刺激を受ける一つの楽しみです。大学の方で中国語を勉強したんですけど、結構その先生がとても親切にしてくださって、で舞台がこういう舞台があるよとか連絡をくださるので、そちらの方に行っていたら京劇とかすごいハマってしまいました。この僕らは人生で1回だけ魔法が使えるはですね、とても誰もがきっと昔を思い出したりとか、大切な人を思い出したりとか、そのような本当に温かい心温まる作品となっていますので、初めての方もぜひ劇場にお越しいただければなと思います。きっと冬ですので、心も体も温まると思います。劇場でお待ちしています。